はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらとこちらですね。キュータマシリーズ、キュータマ合体10デラックスリューボイジャーとデラックスコグマボイジャー&オオグマボイジャーです。はい、ということでこちらも2017年4月29日本日発売のものですね。はい、これはすでにテレビ本編で登場してますね、うん、リューボイジャーとオオグマコグマボイジャーだね。はい、はい、あとはこのサソリボイジャーと合体させて竜帝王になるわけですね。はい、そしてこの裏側にはもうすでに竜帝九竜、そう、あのネタバレのものも書いてますね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、超長い、超でかい、超すごいって書いてある。よいしょ、おお、重そう、頭、そう、キュータマ、キュータマ、よいしょ、おお、すごい、でかい、よいしょ、うん、よいしょっと、はい、まずこちらがリューボイジャーですね。長い長いついにね、こういうのが来たね。うん、これ画面いっぱいに収まってますけどね、ギリギリね。はい、うん、はい、こちらがお顔になってます。うん、で、口開きますね。うん、けどなんかここに口残っちゃったよね。そう、なんかね、マスクみたいになってんだよね、これね。うん、で、これをパカッと外せば、ドラゴンの顔。そうだね。そして、前足で竜キュータマ持ってますね。はい、で、背中に銀のやつがあって、尾っぽは黒ですね。うん、はい、これ転がして遊べるんだよね。転がせるの？あ、うん、本当だ。あ、本当だ。すごい。すごいこの長いの転がせるか。うん、あ、ちょっと予想外でした。はい、はい、じゃあついでにこちらがコグマ、オオグマボイジャーですね。これも転がせるようになってます。うん、まあ、ちょっとタイヤが回んないけど、ちゃんと転がせられますね。これ自体でも。はい、続いてこちらがコグマ、オオグマボイジャーですね。はい、上に乗っかってるのがコグマです。はい、取り外せて、なんだろう、これ一輪車みたいななってますね。うん、一輪バイクみたいな感じ。はい、で、背中に乗るようになってます。で、オオグマの方は口が開きますね。うん、ちょっとだけ。はい、で、お尻についてるのがコグマキュータマ、コグマキュータマですね。うん、こういう感じ。はい、はい、今回キャンペーンでですね、オオグマキュータマ、これももらってますね。うん、なんと2個。ああ、2つ買ったからね。うん、1個出しましょう。はい、こちらがオオグマです。はい、こっちがコグマで、こっちがオオグマですね。うん、はい、ではまずコグマキュータマから聞いてみましょう。コグマキュータマ、おー、コグマ。はい、おー、うん、次は特殊攻撃。今気づいたけど、こちゃんと水色になってたね。うん、必殺。はい、続いてオオグマキュータマ。はい、おお、ユウカオオグマって、あれ、じゃあもしかしてビッグベア総督も変身しちゃうのかな。ビッグベア総司令、司令か、総司令、失礼しました。総督じゃない、あれも変身しちゃうのかな、うん、将来的にね。まあ、この中に入ってるからね。そうか、そうか、そうか、そうか。ゴー、こっちの方がいいんだ。うん、ね、うん、トーキング。次は特殊攻撃。
緒かな。はい、では続いてはお待ちかね、竜帝王に合体してみましょう、はい、まずはどうするんだっけ。マスクを外す。マスクを外す。そしてここがなんと背中からバキバキ。うわごめん。そしてこちらが前になりますね。足の部分だね、うん、まず球玉を取りますね。あ、そうだね。そしてこれをくるっと。そうだね。で、はい、で頭が足になんだね。で、こっちも同じように今度は尻尾が足に。そうだね。で、これを合体。合体、ガチン、はい。で、球玉をセット。はい、肩の部分を回します。はい、はい、で、まずサソリボイジャー。サソリボイジャーからいこうか。サソリボイジャーは宮殿王と同じだね、うん、宮殿王の手の部分と同じような形にしてガチャン。はい、続いて大熊小熊ボイジャーはこの前足の車輪の部分、これを前に出しますね、うん、はい、そして後ろ足の車輪の部分を倒します。で、これで OK、はい、ここに合体。合体、はい、ね、そしたら顔をくるりと回して、だからこうやって回転させて、うん、その時から、うん、セット、はい、で竜帝王。おー、なるほど。音は鳴らないし光らないんだね、うん、残念なことに、はい、だからこれは竜ツエーダーで音を鳴らすしかないですね。はい、お願いします、エジン君。なあ、こんな感じですね。はい、竜帝王これで完成しました、うん、結構かっこいいよね。うん、九連王と並べてみると大きさはほぼほぼ一緒ですかね。太さも一緒だね。そうだね、ごっつさ一緒ですね、うん、けどこうやって長いのはこっちの方が高いね。角の分だけね、うん、で手はこれ動きますか。あ、動くね、はいはい、で足は動きません。はい、なんとこのつま先は動くね。ありゃつま先は動きます。じゃあ次は予告編にも出てたし、うん、やっちゃう、うん、竜帝九連王やっちゃいますか。うん、やろう。竜帝九連王にするにはまずはカジキとカメレオンを外すと、うん、はい、はい、で、こちら側についた大熊小熊とサソリを外します。はい、で、それをこちら側にセットだね、うん、基本的にこれ何でもいいんだけどね。うん、何でもいいんだよ。はい、はい、そしたらこの頭のマスクの部分を取りますね。はい、ポン。で、これを裏返して、ね、で、このカッターじゃない、手の部分を水平にします、はい、で、足の部分、もともと竜ボイジャーの顔だった部分と尻尾だった部分を先に伸ばして、はい、突起がそれぞれありますので、それを背中にくっつけます。はい、ガチン、ガチン、はい、下の部分もガチン、ガチン、オッケー。はい、そしたら次にこのカジキボイジャー。カジキボイジャーだね。お、こっちセット。カメレオンボイジャーをセット。そして最後に、そして竜ボイジャーの頭マスク部分をこうして、九連王の胸部分にセット。せーの、よいしょ。はい、できた。これがはい、合体しました。こちらがなんと8体合体だね、うん、8体合体して竜帝九連王になりました。はい、これかっこいい。ごっついね、うん、この肉厚、見てください、これめちゃくちゃすごいね、これ、うん、いやこ、でもね、これぞロボって感じするわ、うん、いいよ、これ、うん、結構好きだな、パパ。こう、多分これじゃない、必殺ね、うん、スーパーギャラクシー、オールス、スーパーオールスタークラッシュ。ああ、これすごい。で、ちょっと残念だったのがこの3体くっつかないってこと。そうそうそう、もう3体まだ残ってるじゃんね、うん、これもくっついてくれるとなお良かったかなと思いますね、はい、ワシとヘビ使いとテンペリね。もちろんこれはそれぞれあの手足になるから、うん、
もちろんくっつくんだけど、うん、11体合体かと思ってました。ねえ、惜しかったね。11体合体して、うん、まあでも将来的にするかもしれないから、うん、それは楽しみに待ってましょう。はい、はい、はい、ということで今回は宇宙戦隊キューレンジャーのデラックスリュウボイジャーとオーグマボイジャー&コグマボイジャーを使って竜帝キューレンを作ってみたでした。ということで今日の動画が面白かったのとか楽しかったなと思った方はぜひいいねボタンお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それとチャンネル登録よろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。